西部さんが亡くなっちゃいましたね。そうですね。僕も何度もなんていうか話を聞いて、原稿にしたりですね、しまして、あの人すごいヘビースモーカーだからね、いつもルノアールのですね、喫煙ルームでやるんだけど、でかい椅子に座ってるとですね、だんだん話に熱中してくるとね、あぐらかいちゃうんだよね。そこで、そうなんですか。俺のことはなんか冗談にいつも親分とかすぐ言うわけ。親分じゃない、向こうの方が上なんですけどね。言ってました。それでだから、奥さんが亡くなられて相当ショックでね、それからその手が動かなくなったりして、自分で書くことができなくなったりして、相当なんか思い詰めてたようで、死ということをいろんな人にね、身近な人に言ってたって言うんですけどね。これは飛鳥新社からですね、10年ほど前に出た本なんですけどね、死ぬ作法、死ぬ技術っていうような本なんだけど、今度再録しようと思ってますけどね、その中で西部さんはですね、僕は50歳を過ぎた頃から自分の死について考え、その結果として自死、自分で死ぬね、自死の思想を自分なりに練ってきましたと。僕には生きること、それだけのために生きていくことは非常にグロテスクに思えたと。例えば目の前に焼き鳥がある、人間が自分の命のために他の命を食すのは意味論としては納得できない。それを納得するには自分が鶏よりも優れているという確信がなければならない、根拠として考えるのは人間には精神がある、それゆえに他の生命を食してもいいだろうということで、精神とは何ぞやと考えた時、感情も含めた言葉の能力だと思われます。言語能力を持つ者が持たない鶏より優れている、そう納得することでしか焼き鳥は食べられない。ところが年を取ってその能力が失せてくる、つまり精神が衰え、やがて破綻する。そうなると他の生命を食してもいい理由は見当たらなくなる。他の生命を食べられないということはすなわち死です。その時は己の命を絶つしかない。僕はそう結論付けた。当時自死の方法として考えていたのはピストル自殺です。しかし入手が困難です。最も簡単にして確実なのは、水も飲まない、物も食べないということを医師の力でやり通せば3日間で死ねる。最終的にはこの手で行くしかないでしょうと、こういうようなことも書いてるんですけどね、ピストルはなんか、入手すべくあれしたらしいけどね、江藤潤さんもそうだっていう、自殺ね、奥さんが亡くなられて、そうですね、やっぱり自分の体もこう不自由になってきた時に、病院にね、お世話になるっていうのはやっぱり選ばないと、いう話がありますから。そうなんだよね、なのでなんかすごい今後の日本の問題になりそうじゃないですか、尊厳死っていうか、そういうのができるかできないかっていうのも、介護とかね、介護されるつもりもない人が介護されなきゃいけないっていうことになるっていうところですよね。そうだね、ちょっと考えるところありますよね。よく命は自分のものだと主張する人たちがいる。それであるテレビ番組で僕はこう発言したんです。確かに命はご自分のものなんですから、その始末もご自分で考えてくださいと。ああ、なるほど。